のマンチタイムはこれ、ガーナマリアージュ、イエイ。時刻は3時を回りました。3時といえばマンチタイム、イエイ。マンチとは英語でムシャムシャとかモグモグといった意味があります。なのでマンチタイムはムシャムシャモグモグタイム。ちょっと小腹が空いてきたので何か食べようかな。今日のおやつはこれ、ガーナマリアージュ、イエーイ。ロッテのロングセラーガーナチョコレートから新しく発売されたガーナマリアージュストロベリーとガーナマリアージュブルーベリー、今日は2つあります。やった。心優しいリスナーさんが送ってくださいました。ありがとうございます。 Thank you。 ガーナミルクチョコの上に果肉チップ入りのストロベリーチョコを重ねたガーナマリアージュストロベリーと、ガーナブラックチョコの上に果肉チップ入りのブルーベリーチョコを重ねたガーナマリアージュブルーベリー。フルーツショコラ、どっちのマリアージュにしようかな、決めなきゃだな。右利きだから右と思えば左。これはブルーベリーの方を食べたいと思います。今日のおやつ、ロッテのガーナマリアージュブルーベリー、いただきます。もうね、なんか高級そうな箱に入ってるんですけどね、すでに甘い香りがしております。おう、あ、はいはいはい、 1,2,3,4,5,6,7,8、 多分10枚ぐらい入っています。では数えるの適当になっちゃう。オープン、すごい、あ、おお、あ、紫、あ、すごい、あ、つぶつぶが見えてる、ほら。しかもなんかのね、葉っぱのマークがついてます。なんだろうこれ、葉っぱ。ではいただきます。ん、聞こえる、つぶつぶ聞こえる、すごくない？聞こえない。すごい、うん、あのね、チョコが本当になんかこう甘さをすごい抑えてる感じがするのと、あとやっぱこのつぶつぶ感がすごいのと、あとブルーベリーがちょっとね、酸味がリアルブルーベリーの味がしてね、おいしい。いちごも食べたくなっちゃったけど後で食べますね。うん、あ、これ大人な感じがするので、ぜひぜひ皆さんも食べてみてください。ごちそうさまでした。 ZIP FM 77.8